日本福島県藍津若松市、本町本町は、福島県藍津若松市にある町。郵便番号は965-0862。藍津若松市市街地の西部に位置しており、諏訪神社付近から、西側は、只見線付近までを町域とする。町名は、足名市が、現在の東町付近に館を構えたことによる。ただし、足名市は、その後黒川城へ移っている。 藍津盆地の南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、瀬せなぎ川やその支流などにより形成された、線状地上に発達した藍津若松市の中心市街地の一部を形作る。東は、西栄町、山賀町、西は緑町、南は、湯の川町、新横町、北は、 日清町に接する。前述のように、現在の東町周辺には、足なしの館があったとされている。江戸時代、藍津藩により、周辺が収められていた時代において、現在の本町周辺は湯洲うう寺町、競林寺町、諏訪四ツ谷、など、若松城下の一部だった。各町の外洋湯洲寺町湯洲寺町は、若松城下の城郭街。 当時の下町に属する町で、有通寺口角門から北に続き、西名古屋町に至る幅島の通りであった。浄土宗成安寺があり、これは有通寺が、文禄元年に、大町に移転した後にあるとされる。また、昭和時代には、五福祥などの商店が多かったとされている。 ケ林寺町ケ林寺町は若松城下の城郭外北部下町に属する町で、ケ林寺町口各門から北方向に七日町まで続く通りであった。町名はケ林寺と呼ばれる道場がかつて存在していたことによるとされる。また、ケ林寺町内にかつてあった城樹寺、上高寺などの跡地は町屋敷となっており、主に商人が住んでいたとされる。 諏訪四谷諏訪四谷は若松城下の城郭街北西部、当時の下町に属する町で、競林寺町の南側から、諏訪神社の近くを経由して遊水じ町に至る工事であった。また、ガモウジサトによる、外堀の栄区以前は、諏訪神社の境内であったとされているほか、職人が多く住んでいたとされる。若松城下に大きな被害を残した。 母親戦争の後、明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編された。現在の本町周辺では、本町、米大小田垣、王道、権現下角に加えて、小田町、半米町のそれぞれ一部が合わさり、若松栄町となったほか、競林寺町は、若松競林寺町、諏訪四谷は、若松諏訪四谷、赤井町は、 若松赤井町、ゆうずうじ町は、若松ゆうずうじ町、西名古屋町は、若松西名古屋町と若松を干渉するようになった。このうち、栄町の町名は、戊辰戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願いつけられたものされている。その後、これらの町は1889年に、町村制の施行によりそれぞれ若松町内の、 町名となったほか、合わせて、若松を干渉しない栄町、京林寺町、諏訪四谷、赤井町、雄通寺町、西名古屋町の町名となった。1899年には、若松町の市政施行によりそれぞれ、若松市の町名となる。また、後に一部分が、本町の一部となる、高座市村が1889年に成立している。 1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、合図若松市となったことから、伊護栄町、京林寺町、諏訪四谷など、周辺の地域は、同市の町となる。その後、1960年代に、合図若松市の住居表示が実施され、現在の本町周辺も、 対象となる。そして、1965年、旧来の諏訪四谷、加えて、旧栄町、京林寺町、赤井町、西名古屋町、雄通寺町、高座市町大技黒川のそれぞれ一部により、本町が誕生し、現在に至る。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。 町域東側を通る藍津若松市道などで、藍津乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統 AB、藍津若松市の重機人口。藍津若松市。2017年8月9日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。門川日本地名大辞典7福島県 P911。 1983角川日本地名大辞典7福島県 P839 1983角川日本地名大辞典7福島県 P343 1983角川日本地名大辞典7福島県 P476 1983角川日本地名大辞典7福島県 P385 1983角川日本地名大辞典7福島県 P347 1983角川日本地名大辞典7福島県 P743 1983アイズバスロセンズアーカイブド2010年5月14日 at the way back machine ありがとうございます